将棋の藤井聡太五冠が棋王戦挑戦者決定二番勝負で勝利して棋王への挑戦者となり、今年度内の六冠達成の可能性が出てきました。藤井五冠は昨日、将棋の八大タイトルの一つ棋王への挑戦権をかけて東京千駄ヶ谷の将棋会館で佐藤天彦九段との対局に臨みました。藤井五冠は81手で佐藤九段に勝利しました。棋王戦は来年2月から3月にかけて行われ、藤井五冠には今年度内の六冠達成のチャンスとなります。自分としては何とか意識せずに、何とかも今まで通りの気持ちで、そうですね、五番勝負臨めればと、はい、思っています。棋王戦で藤井五冠を待ち受けるのは渡辺明棋王です。